初めて聞いた名前だなと思って。あ、本当？だからあのさ、伸ばしたり縮めたりしてるさ、はい、皮の部分あんじゃん、あのギザギザしてるやつ、はいはい、あれがジャバラって名前なのよ。他に何があるのか、ジャバラ楽器は。え、あの、今日出ますんで。私ボタンアコーディオン代表で今回出ますけども、鍵盤式のアコーディオンと、はい、あのバンドネオンっていうのが、でも他にももっといっぱいあるんだけど、はい、今回は3つですね。コンサーティナとかさ。コンサーティナ、うん。こっちですね、こちら。いや、本当はね、これぐらいにして、あ、これぐらいにいいんじゃない。ありがとうございます。暇なんだよ、仕事がさ、もうあんまなくなっちゃってさ、はい、もう動画を載せることぐらいしかやることなくなっちゃったんだよ、マジで。仕事もいっぱいあってさ、忙しかったらそんな載せたりしないもん。そんな暇なんですか。暇だよ、ミュージシャン超暇だから、ツアーないし、まず、うん、どうやって食べていくんですか。もうだから動画撮ってんだよでも最初は本当に、本当に暇だからもう手を出したよ。うん。キッチンの水道にすげえ興味があってさ、あそこのシンク、あ、はいはい、あそこに行きたくて、なんかとりあえず彼女らがそのシンクでくつろぎ出すようになっちゃって、まあ、それだけなら言っちゃいいんだけど、やっぱ濡れててもお構いなしにそこで寝始めちゃうから、マジびちょびちょの猫が出てくるんだよねやめてみたいな。うん、え、ほくろが増えたの、マジで。なんかゆっくりゆっくり増え始めて。でも年取るとなんか変なのが出てきますよ。ねえねえ、なんでそんなこと言うの。なんかこうドゥン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 、ここら辺も結構なんか漫画映りますね、これ。え、すんごい鮮明。そうだね、はい。どうしよう、小春吹け込んだなって感じになっちゃうね、これ。僕お会いしてからそんな変わってないですよ、小春。はい、本当、はい、でもそのなぜか、多分さ、会った当初よりか なぜか肌ちょっと良くなったよね。めちゃくちゃ良くなりましたよ。意味が分かんないよね、これは。これ、うん、良くなったし、うん、メイクちょっと薄くなったんで、うん、年齢よりか若く見えると思いますよ本当、はい、すげえ褒めてあげるタイプだ。なんでそういうこと言うんですか。いや、なんかさ、ちょっとよく分かんなくなってきた32歳だからさ、一番最初とかさ、はい、だって何年前だった、マジ若かったですよね。25、6でしたね。52って何いや、間違った。すごいお若かったのを覚えてます。で、すごいメイクが濃かったのを覚えてます。なんかね、多分ね、まあ、その今でも言うて変わらないんだけど、コンプレックスを全てなんか化粧で補おうっていう発想の時期だった。ああ。素顔を見せたくないみたいな。ああ、なるほど。うん、最近はそうでもないですか。もうなんか、そう、そこら辺に気が張ってるのが面倒くなってきたって、ちょっと歳だ。ああ、素晴らしい。愛さないと疲れてくるじゃないですか。ね、一生見んだもんね、この顔。はい。あ、もうここのあれもなくなったんですね。そう、なんか綺麗になくなった。なんか、すべてが今なくなって、今何もないの。何もなくない。何もないって、ちょっとあれですけど。いや、でも何かあります。前よりも化粧したまま寝ちゃうし、顔洗ってなかったりするんだよ。いや、顔は洗ってください。洗いすぎだったんじゃないですか。そうなのかもね。あと精神的にちょっと、うん、やられてた時があったんじゃないですか。泣こう。今精神的にいい状態ってことなの。そうじゃないですか。でもなんかここら辺にね、4本ぐらい白があるって桃に言われた。ありますね。ここは何を考えるとこだろう。ここだけに4本集中してるって。でも30ぐらいになったら少なからず出ますよ。うちのばあちゃん全部白なの。あ、いいですね。オール白。最高ですね。で、秋もまあまあ白髪なの。だから絶対 100% 白髪が来るの知ってんだけど、はい、もう全然私は覚悟はしています。やたらカラーをしているメンバーに聞いたら、まあ、これ全然知らなかっただけなんだけど、白髪って全然赤く染めたり染まんだってね。激しい色なら全然染まりますね。え、カラーバターみたいなのでもいいんだ。あ、大丈夫だと思います。なんか自分でできますよ。じゃあさ、はい、ほらカラーバターみたいのってさ、黒髪にならないじゃん。黒髪に、はい、ならないですね。だからもうここら辺にカラーバターベッてつけたら、はい、その白髪にだけついてくれるってこと、まあ、ざっくり言うと。あ、そうです、そうです。単純にあの直接染料なんで、うん、その地の色がすごく作用されるので、下が白だったら。え、じゃあもう全然何も問題ないわ、小春。染めりゃいいわ、赤に。よかったです、うん、白髪は赤に染めます。鬼滅の刃みたいになるんだからそうさ、鬼滅の刃言ってくれるの嬉しいんだけど鬼滅の刃全然見たことなくて、はい、今日やります。え、21時から。え、アニメ。アニメ。あ、アニメがあるの。総集編です。アニメで火がついたんですよ。あ、
そもそも。そっか。はい。今度なんか、漫画 の何最終回があるっていうことだけ知ってる、はい、もう終わってます。あれとっくに終わってます。違った。映画です。映画本当人気なんですよ。へえ。全然興味ない。あるある。だって鬼滅の刃みたいって言われたもん。鬼滅の刃の何に似てんのかわかんないんだけど。カラーですね。髪の毛の色、はい、あ赤いの。赤いのとかその毛先とかこのインナーカラーとかが多いんですよ。へえ。そういうのもなんか跳ねてる要因らしいですよ。あ、へえ。じゃあ何、小春もインナーカラーを入れたら跳ねるの？なんか筒みたいなのを口に挟んでた？筒みたいなの。そうそうそう。筒みたいなの挟んでます。ね、トイレットペーパーのシーンみたいなやつ、筒みたいなやつを。はい、はい、やってます、やってます。コスプレをやってみたの時にみんな筒を加えているよね。猿具合みたいなやつでしょうね。やってるよね。はい、はい、そうですそうです。なんかヒットはそれは結構重要なシーンなんだろうなと思ってるよ。はい、当たりです。うん、あいつが結構キーパーソンなんですよ。あ、はい、妹なんです。妹なんだ。はい、主人公。うん。忍者の話なの。鬼を退治するんですよ。ああ、はい、なんかヴァンパイアみたいなもんで鬼を増やしてくる。え、鬼に噛まれると鬼になっちゃう人。それはゾンビだね。ああ、そうですね。ゾンビだ。そうです、そうです。主人公の妹がそうされちゃうんですよ。あ、鬼になっちゃった。鬼になっちゃったんです。だけど、ちょっと変わった鬼で。うん、ハーフみたいなこと？みんなハーフなんですけど。みんなハーフなの？それを言ったらもう、みんなハーフなんですけど。鬼と人間の？そうです、そうです。妹はじゃあ何？その、噛まれてちょっと若干の鬼になったけど、はい、その平常心を保てることが。ギリギリ保てる人なんですよ。わー。はい、そうなんですよ。肌めちゃくちゃ調子いいっすね。そうなんだよ、はい、怖くない、はい、何にも悪くなさすぎてちょっと、うん、でもね、なんか上手くなった気しますわ。いや、なったよ、上手くなったよ。コメント伸ばされるね。そう、上手くなったよ。映った映った。今日目元どうするんですか？いつもの感じに行くんですか？うん、そしたらやろうかな。やるんですか？それとも、うん、でもいいよ。柔らかい感じにします、むしろ。でも多分物足りなくなって足しますよね。そうだろうね。そうですよね。高木プロデュースお願いします。高田ですけどね。泣いちゃう。高木って言っちゃった。いいです。でも僕よく高木って言われるんですよ、マジで。え、でもドン高田でずっと覚えてたのに。すごいマニアックな覚え方だから、これ説明しても全然伝わらないんだけど。ドンドンドン高田った、ドン高田ったった、ドン高田、ドン高田、ドン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 高田、ドドーンっていうハッチポッチステーションのキャラクターいたの知らないでしょ。ハッチポッチステーションって何ですか？知らないの。すいません。パペットのね、番組、うん、あー、グッチさんが出てた、超昔、はい、分かった。ハッチポッチステーションってやつ。わかりました。その中に、はい、ドン高田、ドン高田、高田だ。でもそれは、はい、ドン高田っていうキャラクターがいたの。それに点々をつけて、ドンドンドン高田った、ドンドン高田の歌、はい、急に。やばいでしょ、ずっと、はい、メイクされてる間実は音楽流れてたから。ドンドンドンタカタッタ、ドンタカタッタッタ。そうだよ、ドンタカタ、ドンタカタ、ドン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 タカタ、ドドーンっていうやつ。僕の友達の息子が、うん、あのシャランプーさんの歌を口ずさむって言ってましたよ。マジで?2歳ぐらいの子は。今回出る中で一番ペーペーだからさ、はい、どういう感じで喋ったらいいかもうわからない。どうもどうも、小春です、アハハみたいな感じです。なんかなんだこいつって思うのかな、他の二人。でも前情報でなんとなくわかってるんじゃないですか。ああ、そっか。はい、あれですよね、あっちではアメリカではレコードがめっちゃ売れてるんですよね。でも世界的に CD とアナログ逆になりましたね、はい、わあ、すごい。チャランポランタンもアナログ売りたいんですけど、どれくらい売れたら売れますか？ほとんど作ってない。もうちょっとだけ、本当にちょっとだけ。あ、カバーのやつをマジで2曲ぐらい作りたいって言われて作ったとか、そういう感じ。あと海外、あのフランスでなぜかレコード売ってんだけど。へー。
だからなんか輸入かなんかで買えるのかな、その逆輸入ってことですね、海外。うん、そうそうそう。その国内でアナログ作ったのってどれぐらい前ですか。え、それってマジで1個だけかも。あの借り物競争でカバーだから。あ、じゃあ、まあ、それ以来作ってないよ。多分1個しか作ってないよ。なんかそしたら今回のアルバムの次とか多分アナログとか好きだと思う、みんな。ぶっちゃけ言うと多分、まあ、まあ、届いてくればアナログ作れる余裕出てくると思う。今売れればってこと。そう。あー、もうちょっとだな。YouTube 登録してる人がね、買えば。ちょっとそれ言ってみようかな。作りたいからちょっと頼むから買ってくれみたいな。いや、マジ切実みたいな。切実なあのお願いですみたいな。LINE は書きたくなるけど、これどれくらいの感じでいくんだろう。まあでも髪型やってから考えるのでもいいや。一応 LINE は強めに引いて、あとぼかす程度はあります。一応グラデーション的にその落ち着いた方がいいかなって思って作ってるだけなので。どんどんどんたかだったどんたかだったった、はい、濃くなる前提で。どんたかだどん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 たかだどどん、濃くなる前提で。グレイズどんたかだ。全然話聞いてくれないじゃないですか。聞いてるよ。本当ですか。聞いてる。高木は本当言われますね。千春さん、小梅さんで千秋さんまで来ちゃうともう本当マジ他人だから、ね、かけらも合ってないからね。千春さんはってインタビューで言われると、はい、いやいや私小春だからみたいなさ、はい、のやったらもう本当みんなおしっこちびっちゃうじゃん、はい、だからもうなんか次から小春はってなんかすごいなんかバカなやつみたいになって自分のことなんかずっと小春はって言い続ける、答えるときに。あ、全部の質問、え、小春はってずっと言ってる。あの自分のこと小春って呼んじゃうから。いまだに全然ずっと小春って呼んじゃうから。あ、そうですか。うん、インタビューの時は、はい、なるべくそうしてんだよね、わざと。うん、っていうのも桃と小春の声があんまり判別できないみたいで、小春が答えてるわけじゃないのに小春って書かれちゃうの。ああ、そういうことですか。うん、いやいや、そんなことないでしょ、かっこ小春ってのが桃が言ってんのに小春って書かれたりしちゃうのよ。だからなんかやたら小春はって言ってるインタビューは。うん、でモモもなんか意外と妹の私はですねみたいなこと言ってて、なんか普通に聞くとすごい変な会話だよ。あ、姉的にはですねって言ったりする、はい、会話的にちょっと若干おかしいんだけど、はい、でそれを言ったらインタビューミスなくなったから。あ、やっぱだから結局なんかどっちの声か分かんなくなってきちゃってんじゃない、多分インタビュアーの人もその録音したやつ。ああ、なるほど。そう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 、その兄弟ですもんね。うん、まあ多分そんなさ、長く一緒にいたらきっと分かるんだろうけど、はい、今日初めましての人はもう本当に全然違いますけどね。そうなんだよ、はい、なんだけど多分なんかもう、あ、どっちだっけこれってなっちゃうんじゃない。なるほど。うん、でなんか若干そんなことないでしょっていう否定的なやつとかが逆になっちゃったりすると会話わけわかんないことになっちゃったりとかして。ああ、なるほど。そうそうそう、それを修正するの若干めんどかったんだけど、はい、小春はって言うようになったら、はい、治った。なるほど。でもそっからもう普通にもう小春はって言ってるし、もうずっと小春は、はい、ずっと小春。でも人にやってもらうの久々じゃないですか。うん、めっちゃ久々。久々って言っちゃった。久々、ね、うん、久々、久しぶりすぎてちょっと久しぶりっていう単語も言えなかった。そうですか、ちょっとピリッとしました。もっと、もっと激しい方がいいですか。そんなわかんねえだろうって感じですか。うん、若干そんな気もするけどいいよ。若干そんな気もするけど、ちょっと前髪を下ろさないとわかんないね。そうですね、プラス、うん、ちょっとマスカラもカラーにしようかなと思ったんですよ。いいよ、いいよ。ヒンガーロン学会にしよう。ヒンガーロン学会にしよう。いいですか、うん、飲んでいただいて。いや、ヒンガーロン学会、ありがとうございます。なんだかんだこんなにメイクさせてもらってるのに一回も目元をやらせてもらったことはない。本当だよ。はい、これ紫です。あんまり目立たないこのマスカラ。はい、お前メタリックな紫です。あんまり目立たない。あんまり目立たないすぎてご了承するじゃん。はい、今日品なんだ。品のある音楽会。はい、紫っぽい。こいつがほら、うわ、めちゃじゃん。はい、でも塗ったら塗ったらあれなんだ。はい、うーん。何何下ボルトです。結構赤です。本当だ、すごい。なんか証拠品をやたらと見せてくる。結構赤です。でも揃えちゃっていいよ、ちょっと、はい、何回も揃える気がする。はい、揃えまくて。
来てくれ来てくれ。これでライブやってもいいな、もうそのままこれね。そうですよね、うん、これでサンバイザー。あ、めっちゃいい。イエーイ。ねえねえね、あとさ、ちょっとだけこっち、こっち、ちょっとだけ、ちょっとだけこっち切ってやるね、うん、ちょっとだけ。はい、はい、あともうちょっと切ってもいいけどね。はい、いつもの小春さんよ。どう？あ、了解です。あ、よかった。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 話せたわ。うん。すげえ。もうね、ももとね、ちょっとうちら肉を食べていこうっていう、ちょっと。キャンペーン。そう、キャンペーン中だから。なんかあったの？いやいやいや。あのね、うち家族全員全然肉を食べ、だから食べさせてくんなくて、食べさせてくんなくてっていうか出てなかったの、食卓に。こういう形の肉を見たの大人になってからで。だからつまり牛肉と豚肉と加工されてる魚の肉とかもう分かんないの、全部一緒の味なの、ほう、分かんなくて。だからこうやってさ、牛タンって言われたら、あ、牛タンって思って食べれるんだけど、はい、なんかもうや焼肉のさ、やってるとこでさ、はい、ほら誰かが焼いたのピッピッピッって乗せられたらもう分かんない、もう肉興味もないっていうか全然分かんない、もうそれが一番分かんない、マジで。でもなんかどれも美味しいっていうので、うん、あの終わるんだけどね。なんかちょっと今もう勉強中だよ。これは牛タンとカルビがあるってこと、うん、ああもう分かんないね。でもこれはタンっぽいな、このなんか、うん、なんかあのベロだった感ある、うん。何本押してたんでしたっけ？ 30 本押してたんでしたっけ？ 25 押し。うん、これは麦飯というやつかな。これは麦飯ですね。うまいね。どんな感じ？うん。ベロじゃなさそうなやつがカルビ。カルビは、なんだろう、場所の名前？はい。うん。でもやっぱり本当に味は変わらないな、結構。お申しということで進めさせてきます。はい。今の何だったんだろう、タンなのかな。なかなかやっぱむずいなこれ。うん、ももちゃんもそうなの。うん、うん、全然わかんない。なんか魚を四角く切ってギュッてなってる、うん、なんかそれも牛のステーキに思っちゃうもん。食感で判断してんのかも。こういう撮影の時の弁当ってのが一番生活の中で一番うまいもの食べてるの。こういうところの弁当ってうまくない？家だとさ、一回パンケーキ作っちゃうとずっとパンケーキとかさ、なんか別にこういう、こういったものじゃないじゃん。なんかこう、ご飯冷凍したら一生ご飯、冷凍ご飯を食べ続ける期間が来るみたいな。ミュージシャンってもっと派手な生活じゃないんですね。小春、食に全然お金かけないから、小春は。これ何にかけるんですか？猫のトイレの砂ね。気に入ってないやつだとトイレ入ってくんないの、やばくない？やっぱそうなんだ。一人、いや、うん、片っぽはどれでも入ってくれるんだけど、片っぽが全然なんかすげえわがままの、ピッて入って、あ、なんか違いますみたいな。気に入ってるのがあるみたいな。片っぽは何でも大丈夫。できたー。あ、聞いてますね、赤と赤が。見て、蛇腹って書いてあるの。すごい。作ってくれた、これ小春。うわ、すごい。自分大好き人間みたいな耳になったの、どうしようね。自分大好き人間です、よろしくどうぞっつって。
終わりました、イエーイ。よかったよかった、めっちゃ喋っちゃったけどね、どれくらい使われるんだろう。じゃあ化粧落として帰ります。さようなら。